デボンシャー公爵夫人、エリザベス・クリスティアナ・キャベンディッシュは、イングランドの小説家、公爵夫人。デボンシャー公爵夫人、ジョージアナ・キャベンディッシュの親友エリザベス・フォスターとしてよく知られている。エリザベスは、公爵夫人にとって変わり、第5代デボンシャー公、ウィリアム・キャベンディッシュの長愛を得て、ジョージアナの死後、公爵と正式に結婚した。エリザベス・フォスターの2番目の夫、 第5代デボンシャー校、ウィリアム・キャベンディッシュ1782年から同居した、ベストして知られるエリザベス・クリスティアナ・ハーベイは、サフォーク、セント・エドマンズベリーのホーリンガーにある、小さな家で生まれた。彼女の父、フレデリック・ハーベイは、後に第4代ブリストル伯爵となる。1776年、エリザベスは、アイルランド人のジョン・トマス・フォスターと結婚した。彼は、 アイルランド議会,会会員の最後の議長だったジョン・フォスターとウィリアム・フォスター主教兄弟のいとこだった。フォスター夫妻にはフレデリックとオーガスタス・ジョン・フォスターの二人の息子がいた。自らと同じくエリザベスと名付けた一人娘は1778年11月17日に生まれわずか8日で亡くなった。1779年にベスの父が伯爵位を継承して彼女は レディ・エリザベス・ホスターとなった。1779年以降、夫妻は彼女の両親と共にサフォークのイックワースハウスに住んだ。この結婚はうまくいかず、おそらくホスターが使用人と関係を持った後、結婚から5年以内に夫妻は離婚した。ホスターが息子たちの親権を持ち、14年間ベスト会うことを許さなかった。エリザベスとデボンシャー公爵夫人。 ジョージアナ、ゲランが1791年頃1782年5月、ベスワバースでデボンシャー公爵夫妻と出会い、すぐに公爵夫人、ジョージアナの親密な友人となった。この時から約25年間、彼女はジョージアナとその夫、第五代デボンシャー公ウィリアムと3人で暮らした。彼女は公爵との間に、 娘のキャロライン・セント・ジュールズと息子のオーガスタスの二人の死生児を産み、公爵とジョージアナとの間の着出子と共に、デボンシャーハウスで育てられた。ジョージアナは病気になり1806年に亡くなった。その三年後、ベスは公爵と結婚し、デボンシャー公爵夫人となった。公爵は二年後に没死した。ベスはまた複数の男性たちと関係を持っていたと言われている。 その中には、エルコール・コンサルビ・スー・キキョウ、第3代ドーセット・コー・ジョン・サック・ビル、ハンス・アクセル・フォン・ヘルセン・伯爵、シャク、第3代リッチモンド・公・チャールズ・レノックス、初代ランレークシャク・バレンタイン・クイーンがいた。彼女には、クイーンという父親不明の死生人の息子がいたという、証拠がいくつかある。彼は有名な医師フレデリック・ハーベイ・フォスター・クイーンとなった。年月、 クイーンは、公爵夫人の旅行医師として、ローマへ同行した。その後、1824年3月に、彼女の致命的な病気で亡くなるまでの間、そこで彼女を看護した。エリザベスは、フランスの作家スタール夫人と友人になり、1804年頃から、文通していた。ジョーン・トマス・ホスターとの間に三子を設けた。第五代デボンシャー公ウィリアム・キャベンディッシュとの間に、 正式な結婚以前に西を設けた。ありがとうございます。